宝部実習宝部実習1月21日から1968年4月8日は日本の内務、警察官僚、政治家、幹線島根県知事、都の城市長、千葉市長、宮崎県北諸方郡課長飯村出身、宝部佐やつの長男として生まれる、第5高等学校を卒業、1903年7月、 東京帝国大学法科大学を卒業。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。同年12月、内務省に入省し、神奈川県警部となる。1904年6月、警視庁属県道警部に就任。以後、警視庁警視、小松川警察署長、麻布区警察署長、秋田県事務官、第四部長、同事務官、警察部長。 北海道庁事務官、警察部長、北海道庁警察部長、福島県内務部長、鳥取県内務部長などを経て、1917年10月、広島県内務部長となる。1919年6月、島根県知事に就任。島根県産業10年計画の推進に尽力。1923年10月に知事を給職となる。 1924年11月13日、都の城市長に就任が内定したため、異岸面本館となり退官した。1924年11月13日、初代都の城市長に就任。市政振興調査会設置宮古都の城省号550年再挙行、町名改正などを実施。その後、 千葉市長を1932年7月から1933年8月まで務めた。戦後、公職追放となった。ありがとうございます。